皆さんこんにちは。ヨルダンの過去です。今日は私どこに来てるかって言いますと、ちょっと見てください、この凱旋門。この大きな門は古代ローマの門なんです。遠くからアザーンも聞こえてきて、アザーンってあのモスクの声ですよね。ものすごくイスラームな音に、このローマの巨大な凱旋門。この町はジェラッシュといって、あの昔のローマの町なんです。あの門の全容が見えるかと思います。結構大きいので門から離れてしまって、ってことは道路に近づいててうるさいです。車がブンブン走ってます。聞こえますか？道路に近いっていうのはね、もうこのジェラッシュという遺跡は、もう町と遺跡がもう本当に道路一本で隔ててるっていうか、もう一体になってる状態のすごい遺跡です。町の中にあるんだったらもうすごいこじんまりした遺跡かなと思うかもしれませんが、古代ローマの町一つどっかりあるすごい遺跡なんです。でっかいんです、ね、でこのね、門はね、ハドリアヌス帝の凱旋門。ハドリアヌス帝って誰だって言って、あの人です。お風呂が好きな人。はい。日本でね、ほら、映画で、漫画でもあった。テロマエ・ロマエっていう、阿部寛さんがなんかね、やってて。で、その時の皇帝が、ここに視察に来たんです、この町に。で、一冬滞在して、でその間にそれを記念として建てられたっていうのが これです。この門のそばはね、お風呂になってて、お店もたくさんあって、この遺跡がどんなにこの町と一体になっているかご理解いただけると思います。じゃあ中入っていきます。ハドリアヌス凱旋門、中央に巨大な入り口、そして両脇に2つのやや小さい入り口って言っても相当大きいんですけどね。この柱はコリント式の優美でエレガントな装飾が施されています。130年ハドリアヌス帝がここに半年間冬の間滞在した時に作られたということらしいんですよ。で、作ったのは騎馬隊が奉納したって書いてある碑文があるんですね。騎馬隊が建物を建てるのかというのはあるかもしれませんが、その頃ローマの公兵、ローマっていうのは戦う兵隊と、それでそうじゃない時にはいろんなことが技術的にできる人が一緒にいて、建物をどんどん作った、道路をどんどん作った、橋も作った、ここにちゃんとそういうことが書いてあります。この凱旋門の横を見ますとね、あらあらあら、まだまだ同じような彫刻を施した石がゴロゴロ、石って岩ですよ、大岩ゴロゴロと転がってます。ですからこれはもっともっと規模の大きい建物だったかも。門の中でちょっと面白いものをお見せしましょう。このね、門の下の岩のところにね、わかるかな、ちょっとわかりにくいよね。こう、凸凹があるんだけどね、凸凹がこう規則的になってるの。ちょっと小石入れてみましょうか。さっきよりちょっとわかりやすくなったかもしれないけど、ここへこんでるんですね。で、穴がいくつか開いてる。多分6つか8つ開いてたと思う。これはその頃門番があんまりにも退屈なので、ここでちょっとした石をこう乗っけて、で掛け事をしていた、そのゲーム版の跡なんです。ここ夏には気温が40度軽く超えますから、その暑い中でね、ずっともう昼寝もせずになんとか頑張ってやっていくには、こういうゲームが必要だったのかもしれません。この綺麗な花はね装飾としてこの柱に取り付けられているのではなくて生えてきてます。
どうしてただの門じゃなくて凱旋門なのかというと、まあ、戦ったその戦勝記念ということですよね。でもその当時、そのハドリアヌス帝の一つ前の皇帝の時にローマの国土は最大に達しましたから、もうこれを建てた騎馬隊、騎馬兵の中にはね、俺はブリタニアで戦ったよとか、俺はドナウ川戦で戦功を挙げたよとか、そういう人たちいっぱいいたと思うんですよね。イケイケのローマの時の超かっこいい兵隊さんたち、彼らが建てたその気概ある凱旋門です。ヘイヘイクヘイバイ。